具体的にその組織作りが変わったっていうところで施策として、はい、あの出てきたもの何か特徴的なものがいくつかあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、我々の社内研修の最終目標は経営者を作るっていう、経営者を作る、例えば大卒の新入社員でいくと、新卒でいうと22、3歳で入社をしてもらって5年間で経営者を作ろうと、5年間で経営者を作る、5年間で経営者を作ろうというプログラムを始めています。でこれはお金を与えて会社を作ってあげるよっていうんじゃなくて、経営できるプロの経営者を作りたいと。でこれからの時代はいわゆるビジネスの大変な時代だというふうにね、僕はもう認識していてですね、売り込めるような強い武器を持たないビジネスマンは淘汰されていくじゃないかなと。でどこの組織でも、どこの国でも、もしかしたらどこの会社でも通用するスキルを持たないと、ビジネスマンといえどもよらば大衆じゃないけど、そういう時代はもう完全に終わっているなっていうふうに思ってて、スキルというのは資格という意味、資格も一つあると思うんですよね、はい、資格だったりもしくは技術だったりすることもあると思うんですけど、でうちの会社でその社員の皆さんに提供できるスキルっていうのは資格はあまりないんですね。どこの業界でも使える資格、例えば弁護士とか医者みたいなね、こういった強力な資格をうちの会社で提供することできないですし、技術もですね、車にまつわる技術はあるんですけど、これはどこの業界とかどこの国とかってなかなか普遍的に使える技術でもないですし、特別な特殊なねニーズが高い、高い技術も習得するってことは不可能なもんですから、まあ残されたものでというわけでもないんですけども、我々じゃあ何ができるのかなっていうと、経営できる力をつけるっていうのが僕は提供できる、社員に提供できる、まあスキルだというふうに思っててですね、うちは店舗運営を任せますので、これってある意味では一国以上の主で経営者的なセンスも必要ですし、今会社をいろいろな形で事業会社を作ったりとかしてるので、新規事業を立ち上げてその運営をしていくなんていうことも、そういうプロセスを経験するなんていうことも、もしかしたら経営者としてのブラッシュアップになっていくと思うので、こういういろんな経験を積んでいきながら経営できる人間を作りたいと。そうするとこれから経営者は人数が高まってくるんで、後継者のない会社がファンドが買ったりとかですね、いうようなケースも出てきたりとか、いろんな形でプロの経営者もこれから必要になってくるので、もちろん我々のフランチャイズをやっていただけるようなプログラムもあるので、社員から独立してこれをやっていただくのもいいんですけど、別にそれだけを目的に、そんなまあみみっちいこと言ってるわけじゃなくてですね、ちゃんと世の中に出てって経営者としてまあ活躍できる人物を作りたいっていうのが我々の研修の最終目標です。なかなかその社員に経営者意識を持ってもらうというのは難しいことでもあると思うんですけれども、はい、会長の中で何かこうどうしたら経営者意識をできるよとか根付かせることができるよっていう何かこうありましたら。そうですね、組織の中にいて経営者意識を持つっていうのは、まあ、誤解を恐れずに言うとですね、もう無理だと思います僕は。それはやっぱり限界があるんじゃないか。だったら経営者にしちゃった方が早い、経営者にしようと思ったんですよ本当に。うちのフランチャイズのプログラムを使って独立するのもいいし、新規事業を俺からどんどん立ち上げさせてその経営をやらせてみると、もちろん自分でお金を集めた完全な創業ではないのかもしれないけれども、まあ、もう実は昨年の4月から一つ IT 系の会社で社内からスピンアウトした会社を作って経営をやってるんですが、やらせてるんですけど、非常に優秀です。もう経営者感覚ってまさに経営者の目線で言動を取ってくれるので、今それまでのいわゆるサラリーマン時代と全く違う発想で働いてくれているので、僕はもう組織の中にいて経営者的センスを磨くっていうのは無理だと僕は思ってて、経営者になるスキルを、経営者になれるスキルを研修を含めて磨いてもらって、でそういう志ある人間はポジションを用意をしたり自分で起業したりすることを奨励して、ですからうちの会社はですね、変な話、独立とか起業とか退社とか退職するとか全然キーワード NG ワードじゃなくて、 NG ワードじゃない、結構飛び交っていてですね、もう全然それは奨励を逆に
してますし、日本 IBM とかリクルートさんとかね、最近ですとサイバーエージェントなんかもそうですけど、人材輩出会社に我々はなりたいなと、まあ、僕の当面の目標というか、まあ、夢は我々の社員からライバル会社の社長が出ること。ライバル会社の社長が出ること。よくアメリカなんかであるじゃないですか、元 GM のね、経営トップがフォードに行くとかね、北米のトヨタに行くとか、ああいうような形で業界をまたいで経営者がこうスカウトされたりとかね、するぐらいな人物が出てくるような会社になりたいなっていう思ったんですよね。一方で複雑な思いっていうのもあるではないですか。優秀な人間がどんどん辞めたり、違う会社やね、ライバルとされるような企業に行ったら困るんじゃないかとか、一番人材流出がね困るんじゃないかってよく言われるんですけど、僕は全然困らなくてですね、一人も辞めなかった会社って一件もないですよね。トヨタだって GM だってホンダだって数多数の退職者があって、でも彼らは成長してエクセレントカンパニーになってやってる。じゃあなぜかなっていうと、辞めた人間より優秀な人間が入社すれば必ず会社は成長するんだと思うんですよね。だから辞めやすい会社に逆にしてあげて、もっと優秀な人間をどん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 入れられる会社を作っていければ、僕は会社は永遠に成長できるんじゃないかなというふうにね思うんですよね。なるほど。社員が辞めるというのはネガティブなことではないと。全然そうですね、捉えて逆になんかチャンスが生まれるっていうか、ポジションが浮いてできたり、チャンスが生まれるとか、大きく組織を変えたり新しいことをやれるチャンスなのかなっていうふうに思いますね。会長ご自身が社員さんの成長のために何か心がけていらっしゃることですとか、工夫されていることがあれば教えてください。はい、そうですね、まだ会社の規模が小さいので、総勢でも200名ちょっとの会社なものですから、割と個人個人の思考とか、ライフ設計っていうんでしょうかね、ライフデザインとかいうのをなるべくまだ今の規模の時にはきちっとヒアリングして付き合わせましょうっていうことを今やってます。最低でもクォーターに1回個人面談をしながら、どうしたいのって、将来どうしたいのとかですね、いうで僕はいろいろその経営者を作るっていうことが最終目標ではあるんですけど、でもいろんな事情によって働き方が変わると思うんですよね。経営者を目指す人たちと一緒に働いていきたいんだけれども、何かの事情によっては地元密着型で、まあいろんな事情があって働かざるを得ない、働き方がそんなにハードに働けないという人も出てくると思うんですね。それはやはり個々個人のいろいろな事情もあるので、それはヒアリングをしながらいくつかコースを設けたりとかしながら、その人に一番マッチした働き方っていうんでしょうね、会社に対する貢献の仕方っていうんでしょうね、を選んでいただけるようなということは結構気を使ってやるようにはしてますね。